ちょっと決勝乗れなかったですもんね、うん、そうですよね。今日は本当にいい目標もありますし、そうですね、これ2社なんで腕の見せ所ですよね、うん、そのね、そうか、番手さばいて、ね、3番手うち3番手には、ね、別線が入ってるんでね、そこしゃくられないようにこう締めて回って、うん、差し切ってっていうところを見せたいですよね。そうですね。でね、今井選手としてはやっぱり S 級に戻るためには点数も上げていかなきゃいけないんで、そのあたりも、ね、11月12月はやっぱりね、うん、勝負がけっていうのがありますからね、うん、前県民にもそんなお話されてましたよ、はいはい、うん、やっぱりね S 級で勝負してた選手やっぱ A 級に落ちてるとね、うん、やっぱ戻りたいっていう気持ちは強いですからね、うん、じゃあ2日目注目していきましょう。それでは第1レースとなります A 級戦、高原康則さんの実況でお楽しみください。おはようございます。こちらはアベマ湘南バンクです。昨日より行われております湘南ダービークロス HPCJC サテライト横浜カップ4日制は2日目の朝を迎えました。本日は A 級 S 級ともに予選の2が行われます。昨日の予選の1、そして今日2走目となる予選の2、この結果次第で明日の準決勝の顔ぶれが決まります。果たして2日目どういったレースが展開されるのか、全12レースごゆっくりお楽しみください。それではオープニングレース、対戦メンバー、インコースから順を追ってご紹介してまいります。1番は千葉の坪内光、2番は青森高谷俊文、3番東京今井聡、4番は愛知の福田新平、5番こちらも愛知下岡優輝、6番は福岡松丸博則、7番青森の成田直樹。以上7社による対戦です。第1レース A 級の予選の2、1組目です。日差しが差し込んでおりますアベマ湘南バンク、10時半の段階で天候の方が晴れ、風はバックからホームへ北東の風が 1.5メートル、気温は16度と発表されております。湿度は 55% です。折れかかって各選手前傾姿勢、号砲が鳴りました。2日目第1レース A 級予選の2が今スタートです。まずは3番の今井聡、6番の松丸博則がそれぞれ上がっていきます。その後ろに4番の福田新平、1番の坪内光、2番の高谷俊文、5番の下岡優輝、最後尾7番の成田直樹の序盤戦となりました。3コーナーから2センターへと向かっていきます。誘導の後ろは3番の今井が取りましたので、これで千葉東京の2人が前受けということになります。誘導の後ろ1番車千葉の坪内光です。昨日は正攻法から突っ張り先行、そのまま押し切っての1着でした。これをマークするのはこのメンバー唯一の特選組、3番の今井聡。この1番3番3番1番いずれも直前の人気オッズでは3倍台と圧倒的な人気を集めておりました。その後ろ3社となります。まずは愛知の2人、5番の下岡優輝、昨日は岩崎にさばかれて交代して7着に終わっています。4番の福田新平がこれをマークして、この後ろに6番の福岡松丸博則が続いています。そして早くも動いてまいりました のは青森の2人、2番の高谷俊文に7番の成田直樹です。レース残り2周となるところ、その2番の高谷が前を抑えていきます。さあ今度はこの動きに合わせて3車のライン、5番の下岡が動いていきます。これで4番手中段になった2番の高谷です。ジャンが入りました。これで後方6番手になった1番の坪内、5番の下岡、さあ3車の利を生かしてこのまま優位に進めていけるかというところですが、4コーナーからレース間もなく残り1周というところで、さあ1番の坪内が上昇してまいります。前を叩いていく、ただこれは4番の福田新平も牽制を入れて、ちょっと1番の坪内が苦しくなって、さあ今度は内に潜った3番の今井聡、5番の下岡の番手を奪おうというところでしょうか。最終バックを通過して3コーナーから2センターへと向かっていきます。これで4番の福田新平は3番手になってしまった。4番手に1番の坪内光、4コーナーから直線、先頭は5番の下岡由紀、最後は3番車か3番7番か。オープニングレース A 級の予選の2、
5番の下岡の番手、そこに収まった3番の今井聡。リプレイで振り返ります。4番の福田は結局牽制をしている間に3番の今井に入られて番手を奪われる形となりました。結局最後はその3番の今井がゴール前かわしています。このレースは異常なしの模様です。3番の今井聡、そして7番の成田直樹が2着、さあそして3着ですが大勢有利は4番の福田新平の模様です。結果と決定は今しばらくお待ちください。第1レースでした。第1レース A 級予選2の模様をご覧いただきました。3番車の今井選手、ここはもう打ち入って取ってっていういいレースしましたか。そうですね、はい、あの前を任す、ね、坪内選手がまくれないと見て、ね、うん、打ちをこう救って、はい、ね、5番の賞を取り切ってっていうレースでしたね、はいはい、そこからゴールまた伸びてきたということになりそうですが、最終的にそのゴール前7番車の成田選手もね、なんかそうですね、前の高谷選手不発だったんですけれども、はい、自分でこう、ね、立て直して伸びてきましたね。そうですね、第1レースの正式な決定までしばらくお待ちいただきたいと思います。さあ続いて第2レース、こちらも予選2が争われます。ここは3分線となっていきそうですね。はい、はい、どうでしょうか。ここは長いライン、はい、4番2番6番ですね、はい、こちらは、高橋優と近藤誠司、大久保直也で西日本のラインですね。4番2番6番、はい、続いて5番3番のラインが白上翔、中井守の志賀勢ですね。はい、では後ほどまた確認していきます、はい、決定、1着3番2着7番3着4番平塚競輪1レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式3番7番2930円シャバン連勝単式3番7番5300円3連勝複式3番4番7番2700円3連勝単式3番7番4番1万8910円ワイド3番7番730円3番4番200円4番7番710円以上でございます。でだから今日はその後ろの中井選手とどう決められるか。そうですね、やっぱり、ね、同県先輩ついてますからね、はい、あのワンツーがベストでしょうね、やっぱり、はいですね、まあ、チャンスのあるレースということになります。第2レースです。ここからは実況でお楽しみください。先ほどの第1レース3連単が18,910円と満車券スタートとなりました。アベマ湘南バンク湘南ダービークロス HPCJC サテライト横浜カップ2日目です。競争は第2レース A 級予選の2組目がこれから行われます。バンク4周回距離1625メートルです。それでは対戦メンバー、インコースから順を追ってご紹介してまいります。1番は宮城菊池圭、2番香川近藤誠司、3番滋賀中井守、4番大分高橋優斗、5番滋賀白上翔、6番徳島大久保直也、7番宮城菅田和弘、以上の7社による対戦です。2番の近藤誠司、今日は大分の4番高橋優斗を目標に戦います。一方別戦では5番の白上翔、今日は同県の中井守とのワンツーを狙います。果たして近藤誠司の4番高橋優斗が率いる三者ラインにどういったレースを見せるんでしょうか。後方になりました2レース A 級予選の2がスタートです。まずは内から1番の菊池圭が上がっていきます。続いて6番の大久保直也、
その外に5番の白上翔、2番の近藤誠司がその後ろで7番の菅田和弘、あとは4番の高橋優斗に最後尾から3番の中井守が上昇してまいります。序盤戦です。3コーナーから2センターへと向かっていきます。まずは宮城の両者が前受けとなっていきそうです。誘導の後ろは1番の菊池慶、昨日はジャンの3コーナーかまして先行していったんですけども谷本のまくりにあっています。7番の菅田和弘がこれをマークしていきます。昨日は短期での競争でした。その後ろは滋賀の両者です。5番の白上翔、昨日は最終2コーナー内をすくって辰野の番手に収まって最終的には抜け出しての1着となりました。3番の中井守がこれをマーク。その後ろ3人のラインです。大分の4番車高橋優斗、昨日はジャンの2センターからかまして先行していったんですけども末を欠いてという競争でした。それをマークするのが香川の2番車近藤誠司、そして6番の徳島大久保直也が3番手を固めます。レース残り2周となりましてその3車ラインが上がっていきます。1番の菊池はすかさず車を引いていきます。これで先頭4番の高橋、中段4番手に5番の白上、そして後方6番手に1番の菊池となりまして、ここでジャンが入りました。さあ1番の菊池、5番の白上はどうするか。4番の高橋まだ流している状況。4コーナーからレース間もなく残り1周となりまして、さあ4番の高橋まだ流しておりますが1周を切りました。ピッチを上げていく4番の高橋、そして中段4番手に控える5番の白上、後方6番手に控える1番の菊池、2コーナーから最終バック、さあ先に動いていったのは5番車の白上翔、最終バックを通過して2番の近藤、これを牽制する。ちょっと5番の白上苦しくなったか。4コーナーから直線、先頭4番の高橋先頭、その後ろ2番の近藤誠司が最後は抜け出したか。2番3番あたりか。2レース A 級の予選に最後は期待に応えて2番の近藤、5番の白上まくりを放っていったんですが、この2番の近藤がこれを牽制、少し動き鈍くなりまして最終的にはその2番の近藤がゴール前かわしております。2番近藤、そして3番の中井、あとは4番の高橋、2,3,4 となったでしょうか。結果と決定今しばらくお待ちください。2レースでした。第2レース A 級予選2の模様をご覧いただきました。高橋選手がもう打賞から主導権を取ってくるレースでしたね。そうですね、はい、1の抵抗がなかったのでね、うん、前に出るときにこう足を使わず出れましたよね、はい、あとはその1番の、ね、菊池慶の仕掛けがあれば踏み上げていくんですけれども、うん、仕掛けがなかったので、はい、最終ホーム1コーナー、ね、杉までこう引っ張っていけましたもんね、はい、駆け出したのが1センター2コーナーだったんで、うん、まあこの展開作りがうまくいったかなって感じですよね。はい、そこから最終的には番手の近藤選手が追い込んだように見えていますね。そうですね、番手仕事をして、はい、ね、5番の白上選手のまくりがあったんですけれども、そこをしっかりね、その牽制入れてから前に踏んでというレースでしたね。はい、第2レースの決定までしばらくお待ちいただきましょう。さあ続いては第3レース、選手紹介が行われています。ここも3番線となっていきそうで長いラインこちらですね。そうですね、2番5番6番ですね。はい、はい、放送入りそうですかね。後ほどまたこちらの第3レースの選手紹介確認していきます。決定、1着2番、2着3番、3着4番。平塚競輪2レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式2番3番900円、シャバン連勝単式2番3番1830円、3連勝複式2番3番4番1000円、3連勝単式2番3番4番5160円、ワイド2番3番410円、2番4番200円、3番4番690円。以上でございます。今日はね、後ろがね、地元の加藤圭一、高木貴博とね、平塚の
ベテラン選手2人つきますからね。そうですね、まあ、ラインで決めたいなと思ってるはずですよね。うん、なんかその昨日のレースのお話をしてて、はい、やっぱレース その展開っていうのもしっかり作っていかなきゃいけないっておっしゃったのが、はい、ちょうどここでこれ試される。そうですね、うん、まあ先行争いを、ね、挑んでくるとするならば、ね、4番の辰野凛太郎だと思うんでね、そこをうまくどう対処して、うん、自分が主導権を取ってラインで決められるか、はい、ね、結構過酷なミッションですけれども、ね、挑戦してほしいなってとこですね。そうですね、注目しましょう。第3レース実況でお楽しみください。実況放送でお楽しみください。アベマ湘南パック、湘南ダービークロス HPCJC サテライト横浜カップ2日目、競争の方は第3レースを迎えます。 A 級予選の2、バンク4周回、距離 1625m で争われます。地元ホームバンクの2人がこの第3レースは登場します。どういうレースを見せてくれるんでしょうか。それでは対戦メンバー、インコースから順を追ってご紹介してまいります。1番は福岡の吉良勝信、2番は秋田田口雄介、3番徳島高田大輔、4番岡山辰野凛太郎、5番平塚ホームバンク加藤圭一、6番同じく平塚ホームバンク高木隆博、7番福岡小竹洋平。以上7社による対戦です。人気を集めましたのは昨日の特選競争白星スタートとなりました2番の田口雄介です。今日はこの2番の田口の後ろに地元の2人が続いていきます。発走いたします。続いていきますのがこちら5番の加藤圭一に6番の高木隆博。さあラインで3人すんなりと決まるのかどうか。後方なりました第3レース A 級予選の2がスタートです。まずは2番の田口雄介が誘導との距離を詰めていきます。続いて1番の吉良勝信、外から5番の加藤圭一が上がっていきます。あとは3番の高田大輔、その外を7番の小竹洋平、6番の高木隆博が続いて、最後尾から4番の辰野凛太郎が上がっていきます。序盤戦です。3コーナーから2センターへと向かっていきます。まずは3人のラインが前受けということになりました。誘導の後ろは秋田の2番車田口雄介です。昨日は松崎の仕掛けを追ってゴール前かわしての特選競争1着でありました。その後ろですが地元ホームバンクの2人、5番の加藤圭一、昨日は短期での競争でしたが今日は絶好の目標を手にしました。同じくホームバンクベテラン6番の高木隆博、この3人のラインが前受けということになります。その後ろは福岡の2人、7番の小竹洋平、昨日は難関3番手奪ったんですけど直線伸びを欠いてという競争でした。1番の吉良勝信が続いていきます。さあそして後方から動いてきたのは岡山の4番車辰野凛太郎、その後ろに3番の徳島高田大輔が続く中四国勢です。残り2周の赤番、前を抑えていく4番の辰野凛太郎、ただ2番の田口もここは突っ張る構えを見せます。結局4番の辰野が車をここは引いていくようです。ジャンが入りました。2番の田口が先頭、さあそして7番の小竹も動いていきます。現在4番手の外を並走、内に4番の辰野凛太郎。さあレース残り1周となりまして、さあ4番手激しく争っています。7番の小竹が4番の辰野か、どちらが取り切るのかというところですが、1センターから2コーナーへと向かっていく。さあそして3車のラインですが、3番手6番の高木が離れてしまいました。最終バックを通過して2番の田口、そして5番の加藤がこのまま押し切ってしまうのか、2センター。さあそして追い後ろから4番の辰野凛太郎も迫ってくるが、4コーナーから直線、先頭2番の田口先頭、その後ろ最後5番車かわしたか、5番2番か。3レース A 級予選の2、ここは地元ホームバンク5番の加藤圭一、2番の田口とのここはワンツーとなったでしょうか。
第3レース A 級予選の2。このレースまだ確定ではございません。3車のラインだったんですが、3番手ホームバンク6番の高木が離れてしまいました。最後は5番の加藤が2番の田口のスピードに乗ってゴール前かわしておりました。5番2番となったでしょうか。湘南ダービークロス HPCJC サテライト横浜カップ2日目はただいま第3レースが終了したところです。今日は第1レースいきなり3連単が満車券というスタートとなりました。このレースまだ確定ではございません。リプレイ流れております。2番の田口の番手から最後は5番の加藤圭一がゴール前に抜け出しての一着となった模様です。このレースは異常なしの模様です。5番2番そして4番の立つのが3着あたりでしょうか。第3レース A 級の予選の2、5番2番4番となった模様です。結果と決定は今しばらくお待ちください。第3レースでした。第3レース A 級予選2の模様をご覧いただきました。2番車の田口選手、はい、まあ、突っ張って先行しました、ね。まあ、やっぱり初手は想定した初点だったんですけれども、はい、西のところでの踏み込みでね、ちょっと加藤圭一が口開いてしまってね、はい、4番3番一旦番手はまったんですけれども、はい、まあ、しっかり地元の加藤圭一追い上げて番手守ってゴール前は差し切るということで、はい、ね、地元で一着気持ちいいレースだったんじゃないかなと思いますね。そうですね、正式な決定までお待ちください。さあ続いて第4レースです。1番車青木選手登場ですね。123期生3車となりますね、ここ。そうですね、1番4番6番は、うん、西日本のラインが3車で連携していきますね、はい。続いて2番5番ですね。こちらは地元の加藤健一に、岩崎雅史ということで、南関北日本のラインですね。続いて外を踏んでいったのが3番7番、樋口海と吉松ということで、こちらは関東ですね、3対2対の3分線です。はい、放送です。決定。1着5番2着2番3着4番平塚競輪3レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番連勝複式2番5番140円車番連勝単式5番2番380円3連勝複式2番4番5番400円3連勝単式5番2番4番2200円ワイド2番5番110円4番5番330円2番4番290円以上でございます。今日もいい目標がいます。青木選手ですね、ご注目ください。では実況でお楽しみいただきましょう。実況放送でお楽しみください。まもなく勝負を迎えますアベマ湘南バンク。湘南ダービークロス HPCJC サテライト横浜カップは2日目、競争は第4レース A 級予選の2がこれから行われます。バンク4周回、距離は1625メートルです。対戦する7名の選手発走機に勢揃いいたしました。それではインコースから順を追ってご紹介してまいります。1番は岡山の青木瑞希、2番は地元神奈川加藤健一、3番東京樋口海斗、4番は徳島吉川義人、5番青森の岩崎正史、6番岐阜柴田優也、7番は群馬の吉松健二、以上のメンバーで第4レース A 級予選の2を争います。特選組としましては1番の青木瑞希、人気
気を集めました。さあ別戦では2番の加藤、この加藤昨日は番手戦だったんですけども、今日は風を切る競争となります。さあそして昨日1レース白星スタートとなった4番の吉川義人、今日は1番の青木を目標に戦います。各選手前傾姿勢、後方になりまして4レース A 級予選の2がスタートです。さあまずスタート取りですが、外から7番の吉松健二が上がっていきます。続いて1番の青木瑞希、2番加藤健一、3番の樋口海斗、その後ろに6番の柴田優也、あとは4番の吉川義人に最後尾から5番の岩崎正史となっています。3コーナーから2センターへと向かっていきます。これでまず関東勢が前受けということになっていきます。誘導の後ろは東京の3番樋口海斗です。昨日の競争先行していったんですけども、立つのに叩かれてという競争でした。群馬の7番吉松健二がこれをマーク、3番7番、そして3人のライン、その先頭を任されたのが岡山の1番車青木瑞希。昨日はジャンの前に先行していったんですけども、松崎のまくりにあっています。人気を集めました。それをマークするのは徳島の4番車吉川義人、昨日は谷本マークゴール前かわしての競争でした。この3番手に6番岐阜の柴田優也が入っています。さあそして後方から上がってまいりましたのは2番の地元加藤健一、これをマークするのが青森の5番車岩崎正史です。さあレース間もなく残り2周となるところで2番の加藤が上がっていきます。さあ前を抑えたんですけど、今度は1番の青木がその動きに合わせて今度は動いていきます。1番の青木がこれで先頭に変わりまして、さあ出入りが激しくなってまいりました。ここでジャンが入ります。今度は3番の樋口が4番手、これで後方6番手に下げた2番の加藤です。さあレース間もなく残り1周となるところ、さあここは3番手奪おうというところでしょうか。3番の樋口海斗、これで6番の柴田が後方に下がってしまいました。1番の青木、そして4番の吉川、あとは3番の樋口、7番の吉松という並びでレース残り半周を切って、さあ1番の青木はどこまで粘れるか、4番の吉川後ろを見ている。4コーナーから直線、3番手から3番の樋口も上がってくるが、直線に戻ってきて最後は4番車か。4レース A 級予選の2、最後は4番の吉川義人ゴール前かわしています。3番手に控え後位から最後直線勝負、持ち込んだ3番の樋口だったんですが、ここは4番の吉川が最後ゴール前かわしています。このレースは異常なしの模様です。ゴール前スーパースロー、4番の吉川、そして1番の青木、ここは中四国ワンツー、あとは3番の樋口が3着に入った模様です。結果と決定は今しばらくお待ちください。第4レースでした。第4レース A 級予選2の模様ご覧いただきました。ここはゴールのところなんですけれども、この3番車の樋口選手の動きっていうのも注目されましたね。そうですね、しっかり番手取り切ってからの、追い込みですからね、それでもやっぱり1番車の青木選手がしっかりと主導権を取っていって、最終的にはゴール前どうでしょうか。その番手にいた吉川選手伸びてきたでしょうか。正式な決定までしばらくお待ちいただきたいと思います。さあ続いて第5レースです。こちらで A 級の予選に最後の組という形になりますね。第5レースラインは3つに分かれてきそうですが、ここがライン長くなりそうですが、2番4番のところです。谷本選手、吉永選手です。ここは山口の谷本選手の後ろに広島の吉永選手ということで、中国勢5番1番6番です。山崎選手、矢部選手、久保田選手のラインとなっています。中部近畿勢7番3番も見えていますね。では放送です。決定、1着4番、2着1番、3着3番。平塚競輪4レースの払い戻し金額をお知らせいたします。
車番伝承複式1番4番10010円車番伝承単式4番1番240円3連勝複式1番3番4番250円3連勝単式4番1番3番670円ワイド1番4番100円3番4番180円1番3番190円以上でございます。のが7番車ですね、松崎選手。この松崎選手、昨日は最終的には2着という形になりましたけれども、やっぱ今シリーズ注目になりますよね。そうですね、やっぱりね、123期中心になってきますからね、その中でもやっぱり一番筆頭でしょうね、はい、ここはその後ろの小橋選手と決められるかというところも注目していきたいということですね。相当人気集めてますからね、人気に応えることができるのか、第5レース実況でお楽しみください。ここからは高原アナウンサーにバトンタッチします。実況放送でお楽しみください。アベマ湘南バンク湘南ダービークロス HPCJC サテライト横浜カップ2日目競争の方は第5レース A 級今日最後のカードを迎えます。第5レース A 級予選の2バック4周回距離1625m で争われます。今対戦メンバー発走機に勢ぞろいいたしました。それではインコースから順を追ってご紹介してまいります。まず1番は京都の矢部健二、2番は山口谷本慶心、3番青森の小橋明則、4番広島吉永和夫、5番は石川山崎明、6番滋賀の久保田陽介、7番は茨城松崎浩太。以上7社による対戦です。第5レース今日最後の A 級戦予選の2です。2番の谷本慶心、昨日は2着スタートでした。今日は4番の吉永と中国ワンツーを狙います。そしてその隣は特選組、昨日3着でした3番の小橋明則。その小橋が目標にするのがこちら、昨日2着の7番松崎です。号砲なりまして第5レース A 級予選の2がスタートです。まずは1番の矢部健二が誘導を追っていきます。そして外に6番の久保田陽介、内に3番の小橋明則が続きます。その後ろが7番の松崎浩太、その外から5番の山崎明、あとは2番の谷本慶心に最後尾4番の吉永和夫となっております。2センターへと向かっていきます。まずは中近勢が前受けとなりました。誘導の後ろ、石川の5番車山崎明です。昨日は高橋に叩かれたんですけども、2番手で立て直してという競争でした。京都の1番矢部健二、あとは滋賀の6番久保田陽介まで、こちらが中近ラインです。その後ろ、こちらは東の2人で連携です。茨城の7番車松崎浩太、昨日は最終2コーナー後位3番手からのまくりを決めております。これをマークするのが青森の3番車小橋明則、いずれも特選の2人、人気が集中しております。そして後方からとなったのは中国勢、2番の山口谷本慶心、昨日は最終1センター5番手からのまくりを見せています。これに続くのが広島の4番車吉永和夫です。レース残り2周となるところ、その中国勢前を抑えていこうというところですが、5番の山崎がここは突っ張る構えを見せました。結局車を引いて、さあそして4番手、さあここで内にいた7番の松崎が、ここは1番の矢部の番手のあたりまで来ました。さあここでジャンが入ります。ただここは車を引いて、結局中段4番手の位置、これで6番手になったのが2番の谷本です。さあ三者ラインを生かして5番の山崎がペースを上げていきます。レース残り1周を切っています。
さあ7番の松崎はどこから仕掛けるか、1センターから2コーナーへ向かうところで、さあ勢いよく7番の松崎がまくっていきます。3番の小橋も少し離れながらも追っていく、最終バックを通過していきました。7番の松崎、そして離れながらも3番の小橋も追っているか。4コーナーから直線に戻ってくる、先頭7番の松崎、今圧勝のゴール、あとは3番2番あたりか。5レース A 級予選の2、人気に応えてここは7番の松崎、後ろに大きな差をつけての1着となりました。そして2着には離れながらもマークした3番の小橋が入った模様です。リプレイ流れております。このレースは異常なしの模様です。7番の松崎浩太スーパースロー、そして何写真でしょうか、4写真5写真と話して3番の小橋がマークして2着、そして2番の谷本が3着に入った模様です。結果解けて今しばらくお待ちください。第5レースでした。第5レース A 級予選2の模様をご覧いただきました。後ろを離してのご覧のように7番車の松崎選手の表情です。強かったですね。そうですね、まあ、最初ね位置取りした時にはちょっとびっくりしましたけども、うん、はいはい、ただやっぱり引いて、中段取ってからは、うん、やはり落ち着いてね、車間を開けながら一気にまくった時のスピードは良かったですね。良かったですね、はい、3番車の小橋選手も少し一瞬ね離れましたけれども、しっかりとそこついていってということになりそうです。第5レースの決定までお待ちください。続いては第6レース、ここから S 級の予選に始まっていきます。2番4番のライン、星名選手と今野選手ということで、ここは宮城勢ですね。2番4番6番1番5番です。関東勢、6番車は小原選手です。小原選手、横山選手、内田選手のラインが見えています。そして7番3番というところで川端選手ここ登場ですね。3番車の中村選手が後ろについて7番3番というライン、2対3対2と分かれてきました。では放送です。決定、1着7番、2着3番、3着2番。平塚競輪5レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式3番7番110円、シャバン連勝単式7番3番170円、3連勝複式2番3番7番230円、三連勝単式7番3番2番360円、ワイド3番7番100円2番7番200円2番3番190円。以上でございます。7番車です。川端選手の表情をご覧いただいています。昨日最終レース特選でかまして主導権というレースを見せてくれました。まあ、最終的には6着となって、まあ、ここ着を取っていく、まあ、ポイントを取っていくっていうこともやっぱ意識してくるわけですよね。そうですね、まあ、これからは、ね、ポイントですけどもね、まあ、昨日特選メンバーはやはりポイント的にはね、はい、予選の1着と一緒ですから、うん、なのでやっぱり、点数的にはいいですよね、うん、今日はどういうレースを見せてくれるのか、ラインは3つに分かれてきます。それではここからは久保山芳太郎さんの実況でお楽しみください。今日放送でお楽しみください。F1 湘南ダービークロス HPCJC サテライト横浜カップ2日目のアベマ湘南バックです。前半の A 級戦は終了しました。今日の前半の A 級戦は1着の決まり手は追い込み勝ちが4本まで、繰り勝ちが1本と先行逃げ切りはありませんでした。番組は後半戦 S 級戦第6レース S 級予選競争2です。距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番茨城横山久典、2番宮城星名千春、3番熊本中村清、4番宮城今野哲也、5番東京内田元気、6
6番茨城小原忠、7番岡山川端智之、以上のメンバーによる対戦です。風は北東の風 1.5 メートル、バック側からホーム側に向かっての風向きです。気温は16度です。3分戦です。本命はこの人、7番車川端智之、予選で先行しています。6番車小原忠です。横山久典、今日は小原忠マークです。発送いたします。星名千春がどう出ますか。亀手の号令、体制完了です。号砲になりました。第6レース S 級予選2がスタートしました。大外7番川端智之が上がっていきました。続いて1番車横山久典、3番が中村清、2番星名千春、5番は内田元気、6番小原忠、最後尾4番今野哲也です。バックストレッチ、7番岡山川端智之先頭、今日のマークは3番熊本中村清、7番3番です。6番茨城の小原忠が上がってまいりまして、ここは1番横山久典の前に入ります。6番1番茨城勢の後ろに東京、5番車内田元気、関東ライン3車、6番1番5番、2番宮城星名千春が6番手、同県宮城4番今野哲也マークして2番4番宮城勢です。2周回目に入りました。先頭7番本命岡山川端智之、初日特選は持ち味の出足鋭いかましを観光、後ろは3番車熊本中村清となって7番3番西日本遠征ライン、6番車茨城の小原忠は3番手から、予選はジャンで抑えて先行しています。マーク1番茨城の横山久典、初日は小畑勝弘とうまく連携して1着となっています。今日は小原忠の後ろで援護する横山久典、5番東京内田元気が続きます。関東勢6番1番5番、第3周回の1コーナー、2番宮城の星名千春が現在6番手、自在戦星名千春、初日はうまく立ち回って中近勢のかましに飛びついた競争でした。今日はどうしますか。4番今野哲也マークです。宮城コンビが2番4番、第3周回バックストレッチから3コーナー、宮城の2人が上がっていきます。今2センターです。ここは6番の小原忠の横で止まりながらさらに車を上げていきますか。星名千春、宮城勢上がって川端智之の横まで来ました。星名千春赤マン標識を通過、川端智之は引きました。これで関東ラインが上がって3番手、小原忠が3番手に上がっています。7番の川端智之を睨みながら6番小原忠、バックストレッチ、まもなくジャンが鳴るところで関東勢行きます。2番星名千春はジャンで中段に下がるようです。7番車川端智之は現在6番手、2センターで、さあここは得意のかましを打ちました。昨日同様かましていきます。7番の川端智之です。6番小原忠を叩いて今先頭に立ちました。7番川端智之、2番手3番中村教師マーク、7番3番、そして2車身離れて6番の小原忠、そして1番横山久典、最終バック200を切る第3コーナー、ぐんぐん飛ばしていきます川端智之。3番中村教師も離れながらもなんとか食い下がっています。先頭7番川端智之先頭ゴール、7番3番、7番3番1番あたりです。6レース S 級予選競争の2、今日も得意のかましを打ちました川端智之、今日は押し切っています。中村清も離されながらも食らいついての2着入線、リプレイをご覧ください。7番3番です。三茶から争いは1番横山久典が伸びているようです。スーパースローをご覧ください。審判の判定は異常なしです。人気両者でワンツー、7番3番、三着に1番車横山久典です。この後の正式決定までお待ちください。6レースの模様でした。第6レース S 級予選2の模様をご覧いただいて、ゴール後の7番車川端選手の表情です。もう後ろにスタート取って引いて、そうですね、はい、まあ、昨日と同じですよね、はい、ただやっぱり、スピード違いましたし、まあ、中丸もしっかりついていきましたね、はい、はい、そうですね。第6レースの正式な決定までお待ちいただきたいと思います。続いては第7レース S 級予選2となります。こ
ここはどうでしょう。1番車の松崎貴久選手ほかご覧の7名での対戦となっていきます。3分戦となりそうですね。まずラインが出てできてくるのがここの7番車は木本選手のラインとなりそうです。ここ3車と長いラインになってきそうですね。そうですね、ここはね、7番4番1番ですよね。はい、はい、木本選手、長尾選手、そして1番車の松崎選手というところで、3番5番が関東勢です。東京の武田選手の後ろに栃木の神山選手、26、ここは千葉の2人となります。放送です。決定。1着7番、2着3番、3着1番。平塚競輪6レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式3番7番160円、シャバン連勝単式7番3番260円、3連勝複式1番3番7番200円、3連勝単式7番3番1番400円、ワイド3番7番120円、1番7番110円、1番3番160円。以上でございます。取っていって2着というレース、まあ、強いところ見せてくれましたし、神山選手を連れてどういうレースになるのか。はい、こちらの長尾選手もですね、ラインが変わって4番7番のところも人気となっています。ここ人気を分けた形で、この長尾選手も脇本選手を目標にどのようなレースになるのかというところになりそうですね。初連携でしたからね。では第7レース、実況でお楽しみください。久保山アナウンサーにバトンタッチします。実況放送でお楽しみください。F1 湘南ダービークロス HPCJC サテライト横浜カップ2日目のアベマ湘南バックです。晩秋のこの季節通りの今日は陽気となっています。気温が16度、風が北東の風1メートル、バックからホームに向かっての風向きです。それでは対戦メンバー、7レース S 級予選競争の2対戦メンバーをご紹介いたします。1番富山松崎貴久、2番千葉山中秀武、3番東京武田涼、4番岐阜長尾健太、5番栃木神山拓也、6番千葉藤田大輔、7番福井牧本勇樹。以上のメンバーによる対戦です。山中秀武、武田涼、脇本勇樹、この3人がラインの先頭です。3分戦7レース、武田涼、神山拓也がマーク、真ん中4番長尾健太は脇本勇樹マークの競争です。そしてこの人7番車は脇本勇樹です。予選は先行しています。体制完了です。号砲になりました。第7レース S 級予選2がスタートしました。ここは内から1番松崎貴久が上がっていきます。2番車山中秀武、2番手から続いて5番が神山拓也、4番長尾健太、6番藤田大輔、7番脇本勇樹、最後尾3番武田涼です。1周回目の3コーナーです。1番富山松崎貴久前を取りまして、ここから上がっていくのは4番岐阜の長尾健太と7番福井脇本勇樹です。前段中部近畿ラインとなります。先頭もちろん7番車脇本勇樹です。前に入っていきます。マーク4番長尾健太です。1番松崎貴久、中部近畿ラインの3番手となります。2周回目の1コーナーです。7番4番1番です。2番車山中秀武は4番手、6番藤田大輔マークして、2番6番千葉勢、3番東京武田涼は6番手で、5番栃木神山拓也マークして関東勢です。先頭7番福井脇本勇樹です。
予選は木村博士の上昇に合わせて先行、その木村博士が3番手に入ってまくる展開でした。後ろは8連携4番木村の長尾健太です。初日は谷和也の先行を生かしての1着です。7番4番1番富山松崎隆久中部キライン3番手7番4番1番第3周回1コーナー2番千葉山中出た木は現在4番手昨日は6番手1コーナーばかり打ったんですが月村涼介にちょっと合わされてしまって合うようなレースでした。後ろは5番車神山拓也初日は小林大成マークです。3番5番あいや武田涼が6番手です。後ろは5番神山拓也です。3番5番関東勢が6番手動きました武田涼です。脇本勇樹とは同期の武田涼昨日は抑え先行でした。赤番標識を通過します。同期の脇本勇樹を抑えて武田涼7番脇本勇樹は引きました。これで山中秀滝が3番手かぶせて2コーナーからバックストレッチ脇本勇樹は3番手で止まっています。今ジャンが鳴りました。残り1周半山中秀滝が脇本勇樹を抑えています。脇本勇樹も引きません。3番手並走状態です。流しています。3番武田涼後ろは5番の神山拓也ここで攻める2番の山中秀滝3番武田涼を叩きます。最終1コーナーです。追走6番藤田大輔千葉勢内から3番武田涼がもう一度上がっていく。ここは山中秀滝交代。ここで7番車脇本勇樹がまくってまいりました。中部近畿ライン3車が上がってくる。2センターから4コーナー1番のここは松崎隆史が遅れを取った。4コーナー丸先頭7番の脇本勇樹後ろは4番の長尾健太脇本勇樹先頭ゴール外に4番の長尾健太7レース S 級予選競争の27番の脇本勇樹の枠に勝ち長尾健太とのワンツーです。リプレイをご覧ください。脇本勇樹が同期の武田涼をまくり切って後ろの4番長尾健太を振り切っています。そして神山拓也がうまくさばきながら直線3着に伸びている感じです。7番4番そして5番の神山拓也です。この後の正式決定までお待ちください。7レースの模様でした。第7レース S 級予選2の模様をご覧いただきました。7番車脇本選手の表情をご覧いただいていますね。ここ脇本選手途中はちょっとね内に詰まるような形になってましたけれども、そうですね、はい、あそこはねやっぱり山中と、武田が行くって分かってましたから、うん、やらせましたよね、はい、で山中選手仕掛けていって2人で踏み合うような形になりました。そこを脇本選手がまくっていってというレースになっています。第7レースの正式な決定までしばらくお待ちいただきたいと思います。続いて第8レース S 級予選2 5番2番のラインですね。ここ大阪の谷選手そして2番車が福岡の小川選手の5番2番というラインができています。長いラインです。4番7番3番です。宮城の2人です。竹山選手に荻原選手その後ろに3番車の猪狩選手がつきました。1番6番は千葉の2人です。近藤隆二選手に春日選手です。放送です。決定1着7番2着4番3着5番平塚競輪7レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン電商複式4番7番470円シャバン電商単式7番4番1260円3連勝複式4番5番7番420円3連勝単式7番4番5番2410円ワイド4番7番210円5番7番200円4番5番130円以上でございます。5番車の谷選手になりますね。この谷選手と後ろ2番車の小川選手この2人が人気という形になりました。谷選手昨日は、まあ、かましていって2着入っています。写真判定の結果の2着ということになりましたからね。ここはどのようなレースになっていくんでしょうか。では第8レース実況でお楽しみください。
F1 湘南ダービークロス HPCJC サテライト横浜カップ2日目のアベマ湘南バンクです。気温が少しずつ上がって現在は18度となっています。競争は第8レース S 級予選の2です。距離はバンク5周2025m です。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番千葉近藤隆一、2番福岡小川雄介、3番福島猪狩勇樹、4番宮城竹山亮太、5番大阪谷和也、6番千葉春日隼人、7番宮城荻原直人、一応のメンバーによる対戦です。4日制の今大会ポイント制となっています。予選の2走目を戦う多田選手、近藤隆二、そして本命に抑えたのは2番車小川雄介、ポイントは4。今日は谷和也マークです。そして生きのいい自力タイプ5番車谷和也、初日先行しています。ポイントは3持っています。発送いたします。かまいたの号令かかりました。体制完了です。号砲になりました。第8レース S 級予選2がスタートしました。ここは4番竹山亮太が上がってるんですが、内から上がる2番車は小川雄介です。小川雄介が前を取るような形となって、第2コーナー下がって4番竹山亮太、続いて7番荻原直人、5番が谷和也、3番猪狩勇樹、1番近藤隆二、最後尾6番春日隼人です。3コーナーです。5番大阪谷和也上がっていきました。ここは2番福岡小川雄介の前に入ります。5番2番です。4番宮城竹山亮太、前を任された東北ラインの先頭竹山亮太に、後ろは7番荻原直人、続いて3番福島の猪狩勇樹です。4番7番3番2周回目の1コーナー、1番千葉近藤隆二は6番で、同県千葉6番春日隼人マークして1番6番千葉勢です。2周回目の第2コーナー、先頭5番車大阪の谷和也です。予選は主導権を取りました谷和也、マーク2番車福岡小川雄介、初日は北鶴翼マークの競争でした。本命に押されています。小川雄介5番2番西勢です。4番宮城竹山亮太は3番手から、予選は木村博士マークの2着でしたが、今日は前でやります。後ろは7番車荻原直人です。続いて3番猪狩勇樹です。4番7番3番東北勢は3車です。第3週間に入って1コーナー、1番千葉近藤隆二は6番手に待機、2019年サテライト横浜カップの覇者です。近藤隆二、春日隼人マークです。1番6番千葉コンビが上がっていきます。第3週間の3コーナーです。近藤隆二が上がっていく体勢、谷和也を抑えに上がって2センターから4コーナーを回ります。谷和也は突っ張る構えです。打掌周回に今入りました。突っ張る気配から下げました。千葉勢抑えて3番手で引いた谷和也、今度は竹山亮太が抑えてさらに車を下げる。谷和也6番手に引きました。ジャンが鳴っています。先頭1番近藤隆二、1番6番千葉勢、近藤隆二が一旦ペースを上げていく体勢、さあ後ろの警戒しながら1番の近藤隆二がそのまま逃げる形となりました。千葉勢が行って早めに反撃開始は5番の谷和也、一気に前段叩きに上がってまいりました。追走2番の小川雄介、第2コーナー千葉勢を叩いた5番谷和也、追走2番小川雄介切り替えて4番の竹山亮太3番手、今最終2センターです。5番谷和也先頭、車間を切りながら今小川雄介援護しながら4コーナー回る。5番の谷和也先頭、そして2番の小川雄介は届かない。押し切った谷和也、8レース S 級予選競争の2、早めに前段叩きに来ました谷和也、後ろの小川雄介を振り切っています。切り替えて4番竹山亮太、リプレイをご覧ください。5番2番4番あたりのゴールの通過体制です。続いてスーパースローをご覧ください。 e スポーツ
ピードでかましました。谷和也5番2番4番あたり走路は異常なしです。この後の正式決定までお待ちください。第8レースの模様でした。第8レース SQ 予選2の模様をご覧いただきました。谷選手の表情、谷選手スタート取って引きました。そうですね、はい、でまあ、ここではねやっぱりあの近藤が先行でしたけども、はい、やっぱり近藤の先行ですと今の状態だとね谷が一気に行ってしまいましたよね、はい、いいスピードでした。最終的には小川選手を振り切ってというようなレースになりそうですね。決定までしばらくお待ちいただきたいと思います。さあ続いては第9レース、こちらも S 級の予選2です。1番車の渋谷海選手ほかご覧の7名での対戦となっていきます。さあ並びができてきたら確認していきたいと思いますが、群馬の2人3番4番のところラインができていますね。小林大成選手に昨日伸びてきました4番車の金子選手ですね。3番4番というラインができています。1番6番渋谷選手にここは6番車の片山選手の1番6番です。もう一つ5番2番7番のラインがあります。青森の5番車木村選手の後ろには南関東勢では放送です。決定1着5番2着2番3着4番平塚競輪8レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式2番5番140円シャバン連勝単式5番2番580円3連勝複式2番4番5番300円3連勝単式5番2番4番1740円ワイド2番5番120円4番5番260円2番4番170円以上でございます。今の2人の様子をご覧いただいています。3番車が小林選手です。小林大成選手、小林選手は特選からの出場ということで、まあ、あの先行体制に入っていって、まあ、回されてはしまったんですけれども3着粘りましたからね。そうですね、うん、はい、しっかり足を使ってのね、はい、飛びついてからの3着ですから。そうですよね、はい、もう疲れが抜けていったらどんどん良くなるというねコメントもいただきました。そして後ろが4番車金子選手は昨日伸びてきましたから、こちらもご期待いただきましょう。では第9レース実況でお楽しみください。ここからは久保山アナウンサーにバトンタッチします。実況放送でお楽しみください。F1 湘南ダービークロス HPCJC サテライト横浜カップ2日目のアベマ湘南バックです。競争は第9レースを迎えています。競争種目は S 級予選2です。距離はバンク5周 2025m です。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番香川渋谷海、2番地元ホームバンク佐藤隆二、3番群馬小林大成、4番群馬金子真也、5番青森木村博士、6番岡山片山智春、7番静岡土屋雄二、以上のメンバーによる対戦です。渋谷海、小林大成、木村博士、この3人がラインの先頭です。ミスされたのは5番小林大成、佐藤隆二は今日は木村博士マークの競争です。木村博士状態を起こしました。昨日は2コーナーまくりでした。発走いたします。前傾姿勢に移ります。体勢完了です。号砲鳴りました。第9レース S 級予選2がスタートしました。
1番渋谷海が内から上がりました。続いて2番佐藤隆二です。3番小林大成、4番が金子慎也、アウトコースから上がる6番片山智春、7番が土屋裕二、一番後ろから5番木村博史です。バックストレッチです。1番香川渋谷海が前を取って、2番手に6番岡山片山智春入りました。中四国勢です。5番青森の木村博史が上がってまいりまして、ここは地元の2番佐藤隆二の前に行きます。3番手に収まります。後ろは2番佐藤隆二と7番静岡土屋裕二、難関勢が木村博史との連携、5番2番7番です。2周回目に入りました。候補待機6番手3番群馬小林大成、同県群馬4番金子慎也、3番4番群馬コンビです。2周回目の2コーナーです。先頭1番香川渋谷海です。けが明け復帰戦の初日は6番手からやや動いたんですが車が出ませんでした。渋谷海マーク6番岡山片山智春、1番6番中四国勢、5番青森木村博史は3番手から、戦は先行する脇本勇樹の3番手に追い上げてそこに入って2コーナーまかり打っています。マークは2番車佐藤隆二、初日は武田亮マークでした。5番2番、3番手に7番土屋裕二の5番2番、7番、第3周回1コーナー、3番群馬小林大成は現在6番手。昨日はジャンで抑えて先行しながら予想していた川端智之のかましに飛びついています。マーク4番金子慎也、昨日は関東ライン3番手から位置取りのせめぎ合いをしのいで直線伸びての2着です。さあ群馬勢が上がっていくところを5番の木村博史、小林大成を牽制しながら同時に上がっていきます。群馬勢そして5番の木村博史、ここは小林大成を警戒しながら踏み込んで内から1番渋谷海も前々に踏んでいます。さあ自力タイプ3人が並んで打掌周回第2コーナー、一旦群馬勢無理はせず下げます、下げました。小林大成ここで5番木村博史が前に出ました。土屋裕二が一旦離れてジャンで追い上げていきますが、1番渋谷海が3番手、7番の土屋裕二3番手に追いついて突き直しました。そして群馬の2人が上がってくる。さあ3番の小林大成が現在4番手を決めて一旦4番手に入りました。残り潮切っての今第2コーナー、木村博史の先行、番手2番の佐藤隆二、2コーナーから3番の小林大成のまくり、4番の金子慎也切れました。短期でまくる3番の小林大成、2番佐藤隆二のブロックをかいくぐってまくりきました。小林大成2番手追いかける5番の木村博史、3番手から2番の佐藤隆二、先頭3番の小林大成先頭ゴール、そして2番車佐藤隆二、9レース S 級予選競争の2、小林大成の負けに勝ち。番手から伸びて2番佐藤隆二、3番2番5番あたり、リプレイをご覧ください。小林大成のまくり、木村博史の先行を生かして2番佐藤隆二が2着に入っている感じです。スーパースローをご覧ください。3番小林大成、持ち味を出したような競争でした。審判の判定は異常なしです。3番2番5番、この後の正式決定までお待ちください。9レースの模様でした。第9レース予選2の模様をご覧いただきました。ここはなんか最初にもう小林選手も渋谷選手も木村選手も前に行こうとするっていうレースになりましたけれどもね。まあそうですね、その中でもやっぱり木村選手がね、はい、中段からね、小林選手を合わせて出ていこうとした時点で、はい、まあ、木村選手が今日は先行意欲満々でしたね、うん、ただやっぱり小林選手の立ち回りうまかったですし、はい、そこからのまくりっていうのは鋭かったですね。そうですね、うまく小林選手が中段を取ってそこからすかさず行ったという形になりました。第9レースの正式な決定までお待ちいただきたいと思います。さあ続いては10レースです。こちらも予選2となります。1番車北鶴選手のラインをご覧いただいていますが、この北鶴選手の後ろなんですが南関東勢つきますね。7番車の佐々木選手と4番車静岡の石橋選手の1番7番4番というラインが見えていました。対していくのがこちら5番車の小畑選手のラインです。埼玉の2人が後ろについて5番2番6番、3番車伊藤新選手短期となりそうです。では放送です。決定、1着3番、2着2番、3着5番。
平塚競輪9レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式2番3番350円シャバン連勝単式3番2番430円3連勝複式2番3番5番200円3連勝単式3番2番5番590円ワイド2番3番120円3番5番170円2番5番180円以上でございます。佐々木選手も昨日は野口選手のマンテネのレースということになって、最終的には3着となりました。さあ気合が入ってバックラインに入っていきますよ。この人も気になりますね。では在住レース実況でお楽しみください。湘南ダービークロス HPCJC サテライト横浜カップ2日目のアベマ湘南バンクです。競争は第10レースを迎えています。競争種目は SQ 予選2です。距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番福岡北鶴翼、2番埼玉平原啓太、3番大阪伊藤慎、4番静岡石橋慎太郎、5番茨城小畑勝弘、6番埼玉吉田博正、7番地元神奈川佐々木龍、以上のメンバーによる対戦です。北鶴翼と小畑勝弘、この2人のラインの先頭2分線です。立つる翼です。初日の特選競争は2コーナーまくりでした。状態を起こしています。今日のマークはこの人、発送いたします佐々木龍です。構えての号令かかりました。体制完了です。号砲になりました。第10レース SQ 予選2がスタートしました。1番北鶴翼と外から4番石橋慎太郎が上がっていきました。北鶴前に行きます。7番車佐々木龍は3番手から上がります。5番が小畑勝弘、2番平原啓太、6番が吉田博正、最後尾3番伊藤慎です。第3コーナーです。1番福岡北鶴翼が先頭、2番手に入る7番地元佐々木龍です。3番手に4番石橋慎太郎、1番7番4番5番茨城の小畑勝弘は4番手から、マーク2番埼玉平原啓太、6番埼玉吉田博正関東ライン3番手、5番2番6番3番大阪伊藤慎が最後尾。2周回目の2コーナーです。先頭1番福岡北鶴翼です。初日は2コーナーまくり打ったんですが、神山拓也のブロックに止められています。初日野口博士マークから2着に3着に入った佐々木龍が、今日は北鶴翼をマーク、3番手固める4番静岡石橋慎太郎、1番7番4番5番茨城の先行型小畑勝弘は4番手、予選は先行しています。5番の小畑勝弘、後ろは2番埼玉平原啓太がマークして、6番埼玉吉田博正関東ライン3番手です。5番2番6番1番後ろは3番大阪伊藤慎です。必勝パターンはまくりの伊藤慎、そのまくり予選で決めています伊藤慎です。現在ポイントは4ポイント伊藤慎。周回は第3周回の3コーナーです。5番小畑勝弘動きました。関東勢が上がっていきます。北鶴翼誘導の後ろ車間を開けて、ここは小畑勝弘の上昇を見ながら踏み込んでいく体勢です。残り2周打勝周回、北鶴翼突っ張って一旦下がる小畑勝弘、3番伊藤慎が4番手に乗り換えたのを見て、2コーナーから再スパート小畑勝弘、しかし北鶴翼が
ペースを一気に上げました。ジャンが鳴っています。綿勝城は浮かされて一旦下がって、2番平原啓太はここは迎え入れるのか、いや4番手切り替えました。平原啓太です。伊藤慎は現在5番手残り1周を切っての今第2コーナー、北鶴翼の先行です。マーク7番佐々木龍、3番手に4番石橋慎太郎、2番平原啓太、4番手3番の伊藤慎は内に包まれました。今3コーナーから2センター、1番車北鶴翼先頭で帰ってくる、マーク7番佐々木龍です。北鶴翼先頭粘る、ここで落車があった2番車、追い込んだ7番の佐々木龍です。7番1番ゴール寸前、2番の平原啓太落車、平原啓太は落車して危険です。ゴールの通過体制7番1番4番です。まだ確定ではありません。お手持ちの投票券は決定放送が出るまでは処分なさらないようにお願いいたします。落車した2番平原啓太選手は棄権しています。北鶴翼今日は先行勝負、マークした7番佐々木龍が追い込んでいますが、まだ確定ではありません。7番1番4番のゴールの通過体制です。リプレイをご覧ください。北鶴翼が先行。お知らせいたします。ただいまのレースは審議いたします。 ただいま審判放送に入りました通り、このレースは審議となります。スーパースローをご覧ください。7番1番3着4番石橋慎太郎、4着3番伊藤慎ですが、このレースは審議です。この後の審判放送までお待ちください。第10レースの模様でした。お知らせします。ただいまより第4コーナー付近の事象について審議いたします。審議対象選手は2番、3番です。審議の結果と決定はしばらくお待ちください。第10レース S 級予選の2の模様をご覧いただきました。この第10レースなんですが、審議が行われます。4コーナー付近の事象についての審議となりまして、対象選手なんですが2番車の平原啓太選手、そして3番車です伊藤慎選手という放送が入っています。第10レースは審議が行われます。4コーナー付近の事象についての審議です。対象選手が2番車と3番車という放送が入りました。この第10レースの正式な決定までしばらくお待ちいただきたいと思います。この第10レースなんですが、ラインは2つ分かれていまして、北鶴選手小畑選手のところが3車3車というライン、そして伊藤選手短期だったんですが、北鶴選手が主導権を取っていきました。ではここで放送です。お待たせしました。ただいまのレースの審議対象選手は2番、3番ですが、3着までには到達しておりません。決定。1着7番、2着1番、3着4番。平塚競輪10レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番7番120円、シャバン連勝単式7番1番290円、3連勝複式1番4番7番620円、3連勝単式7番1番4番1340円、ワイド1番7番100円、4番7番570円、1番4番570円。以上でございます。さて続いてバンク内では11レースの選手たちが入ってきましたので、選手紹介が行われていきます。こちらも S 級の予選2ということになりますね。1番車の渡辺和成選手ほか、ご覧の7名での対戦となっていきます。ここは3分戦となりそうですね。
誠さん、ここをライブで選手紹介確認していただいてもいいですか。はい、まずここはね、1番5番ですね、1番渡辺、5番、斉藤の、ここは北日本ライン、はい、そして、6番3番、6番桜井、3番内藤の、ここは関東ラインですね、はい、そして、2番4番7番、2番西田、4番岩津、7番松田の、ここは大きく増えて西ラインですね、はい、番車の西田選手が123期生ということになりますね。3分戦となってきました。こちらが北日本勢の1番5番です。渡辺選手の今日の走りも注目していきたいですね。そして今ねちょっと崩れてきました6番3番が関東勢となっています。6番3番という並びができていました。あとは2番4番7番とこちらが一番長いラインになっています。はい、11レースの選手紹介確認しています。2番4番7番というラインとなりますね。11レースは S 級の予選2走目、そしてバンクコンディション出ましたね。3時に発表されましたバンクコンディションなんですが、天候は晴れです。気温が17度まで上がってきていますね。ただ北の風が風速1メートルと計測されています。湿度は 50%、 3コーナーから1コーナーにかけての風が計測されています。誠さん、今日もその風とかの影響というのはなさそうですかね。そうですね、1メートルですし、うん、風向計もそれほど、ね、強く回ってないので、はい、そんなに影響はないと思います。そうですね、あと気温もちょうどいいですよね。はい、はい、17度、こちらも、参考になさっていただきたいと思います。ではこちら10レースの払い戻し金ですね、お願いします。第10レースの結果です。1着7番佐々木龍、2着1番北鶴翼、3着4番石橋慎太郎、払い戻し金です。2車単7番1番290円、3連単7番1番4番1340円です。その他の払い戻し金はご覧の通りです。ただいまから平塚競輪第10レースの審議 VTR を放映いたします。最終周回第4コーナー付近における2番選手の落車は、2番選手の違反性のない内側への動きに対応した3番選手の違反性のない外側への動きにより、2番、3番選手が接触し発生したものであり、それぞれ失格とはなりません。湘南ダービークロス HPCJC サテライト横浜間2日目のアベマ湘南バックです。競争は第11レースを迎えています。競争種目は S 級予選2です。距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番福島渡辺和成、2番広島西田雄大、3番東京内藤貴博、4番岡山岩津雄介、5番宮城斉藤俊信、6番群馬桜井学、7番大阪松田春之、以上のメンバーによる対戦です。渡辺和成、西田雄大、桜井学、この3人がラインの先頭。3分戦です。渡辺和成と西田雄大発走いたします。そして本命はこの人、岩津雄介、西田雄大の後ろでしっかりと仕事をしていながらの競争です。号砲になりました。第11レース S 級予選2がスタートしました。1番渡辺和成と西田雄大、2番車、この2人が並びながら誘導員を追いかけています。渡辺和成前を取った形、下がって2番西田雄大、6番桜井学が3番手にいて、4番岩津雄介、5番は斉藤俊信、7番が松田春之、一番後ろに3番内藤貴博です。第3コーナーです。1番福島渡辺和成先頭で、2番手に5番宮城の斉藤俊信入りました。1番5番東北勢です。2番広島西田雄大3番手、マーク4番岡山岩津雄介、その後ろに7番大阪松田春之、2番4番7番6番の
群馬桜井学6番手、3番東京内藤貴弘つけて関東勢6番3番です。2周回目の第2コーナー、先頭1番福島渡辺和成、初日は4番手キープもバックでちょっと仕掛け遅れてしまった感じでした。渡辺和成、後ろは5番車宮城の斉藤俊信、東北勢が1番5番です。2番広島西田雄大、3番手から新進気鋭の123期生、初日は落ち着いて同型の動きを見ながらホームから仕掛けました。後ろは4番車岡山岩津雄介、初日特選競争を制しています。川端智之のかましに乗って余裕の追い込み勝ち。西田雄大とは9月の向こう町記念で西田の先行を生かして1着になっています。圧倒的に支持を集めた岩津雄介、西田雄大の中国の2人、中国勢に7番大阪松田晴之、6番車桜井学が動きました。自在戦法桜井学に3番内藤貴弘、6番3番ともに平塚は好相性バンクですが、関東勢上がってまず2番西田雄大を抑える6番桜井学、かぶせて3番手並走、先頭1番渡辺和成、さらに車を上げて関東勢打掌周回、関東勢が前を切りました。東北勢下がったところで2番西田雄大動きます。打掌周回の第2コーナーです。マーク4番岩津雄介、3番手7番大阪松田晴之です。6番の桜井が中段をキープしてジャンで流しているところを1番渡辺和成が早めに攻めていきますが、ここは気づいた西田雄大が一気にペースを上げました。第4コーナーあってのホームストレッチ、5番斉藤俊信切れて1番渡辺和成がもがいていきます。残り1周を切っての1コーナー、西田雄大合わせます。1番渡辺和成が外に浮いて交代です。2コーナーからバックストレッチ、2番車西田雄大突っ張り切って残り200を切る第3コーナー、これで万全の体勢、4番岩津雄介2番手、3番手7番松田晴之、4コーナー割る車間を切った4番岩津雄介、2番の西田雄大先頭、4番岩津雄介余裕の追い込み勝ちです。伸びて7番松田晴之の4番7番2番あたり、11レース S 級予選の2です。リプレイをご覧ください。西田雄大突っ張り先行、4番岩津雄介もう余裕の展開、楽に追い込んでいます。続いてスーパースローをご覧ください。審判の判定は異常なしです。4番7番3着粘って2番西田雄大です。この後の正式決定までお待ちください。11レースの模様でした。11レース S 級予選2の模様ご覧いただきました。2番車の西田選手がここはもう突っ張って主導権を取っていってということになりました。今4番車の岩津選手と松田選手の表情ですね、ご覧いただきましたけれども、渡辺選手もかましていったんですけれどもね。そうですね、今日は早めに行きましたけどもね、やっぱりそこをしっかりね、新人の西田がね、突っ張り切ってという感じで、あとは岩津がしっかり残しに行ったんですけどもね、ちょっと長い距離行ったので、突き抜け、松田まで行きましたね。そうですね、はい、11レースの正式な決定までお待ちいただきたいと思います。ここもラインとなるでしょうかね。そして12レース本日の最終レースになります。こちらも予選2が行われます。さてラインができてきましたが、7番2番のラインがありますね。ここは九州勢となります。7番車福岡の、津村選手、そして2番車が大分の菅原選手です。4番1番5番3車と長いラインになったのが野口選手、和田選手と千葉の2人に福島の佐々木雄一選手がついた3車です。3番6番岡山勢では放送です。決定、1着4番2着7番3着2番平塚競輪11レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式4番7番690円、シャバン連勝単式4番7番670円、3連勝複式2番4番7番210円、
3連勝単式4番7番2番1170円ワイド4番7番190円2番4番100円2番7番240円以上でございます。手をこう動かすようなさっきからしてますね。これそうですね、うん、軸なのかということで12レースです。こちらも予選2走目実況でお楽しみください。実況放送でお楽しみください。F1 湘南ダービークロス HPCJC サテライト横浜カップ2日目のアベマ湘南バンクです。競争は第12レースを迎えています。競争種目は SQ 予選の2です。距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番千葉和田健太郎、2番大分菅原明、3番岡山月森亮介、4番千葉野口博士、5番福島佐々木雄一、6番岡山柳田に隆、7番福岡津村幸次郎、以上のメンバーによる対戦です。月森亮介、野口博士、津村幸次郎、この3人がラインの先頭です。和田健太郎、野口博士マークの競争、圧倒的な支持を集めています。ポイントは6持っています。和田健太郎、そして4番車野口博士です。ハイパワーの先行タイプ野口博士、発想準備整いました。7名亀田の号令かかりました。体制完了、号砲になりました。第12レース SQ 予選2がスタートです。3番月森亮介前を取ります。2番手から上がる6番柳谷隆岡山勢、2番菅原明、3番手から続いて7番津村幸次郎、1番和田健太郎が5番手、5番車佐々木雄一がいて、1番後ろが4番野口博士です。先頭は第3コーナーです。前受け体制3番岡山月森亮介、2番手6番柳田に託し岡山コンビ、3番6番、7番福岡津村幸次郎、2番大分菅原明マークして、7番2番九州勢3番手4番手4番野口博士、現在5番手です。1番車同県千葉和田健太郎マーク、千葉勢の後ろに5番福島佐々木雄一がつけました。2周回目の1コーナー、マイケ体制3番岡山月森亮介です。野口博士とは8月の西武園でうまく野口博士に飛びついて2着の競争がありましたが、今日はどうしますか。その手も狙っていくのかどうか。月森亮介、後ろは6番柳谷隆の3番6番岡山コンビ、7番福岡津村幸次郎は3番手、壺にはまれば素晴らしいスピードを持っている津村幸次郎、後ろは2番車大分菅原明、九州コンビ7番2番、4番千葉野口博士は5番手。予選はもちろん主導権を握ったレースです。後ろは1番車和田健太郎、初日はここでグランプリを取ったレースを彷彿とさせるようなコース取りで2着に突っ込んでいます。4番1番千葉勢の後ろ3番手に5番福島佐々木雄一が入って、ここで3番手佐々木がついたことでラインに厚みがついた千葉勢、4番1番そして5番佐々木雄一、第3周回2センターから4コーナーを回ってくるところで4番野口博士が動きました。さあ野口博士アウトコースから上昇、3番月森亮介どうしますか。打掌周回に入っての1コーナーです。月森亮介も前々に踏んでいます。野口博士が主導権取りに流れ2コーナー、月森亮介はどうするか。ジャンで粘っていますか。2番手粘るようです。3番月森亮介、1番車和田健太郎が外競り、4コーナー丸、さあここは2番手です競り合いとなった。ここは和田健太郎しっかりと番手決めて3番月森亮介をどかしました。
残り1周を切って第2コーナー、千葉コンビ4番1番が行きます。佐々木雄一は遅れを取りました。2コーナーからバックストレッチ、3番手に3番月森涼介、4番手に今の菅原明に入って200を切る第3コーナー、ラストスパートに入っています。4番野口博士ぴったりマーク、1番和田健太郎、千葉コンビ3番手3番月森涼介、4コーナー丸、さあ踏み直す4番野口博士、踏み直してそのまま逃げ切りました。4番1番です。パワー先行野口博士、押し切りました。3着3番月森涼介、12レース S 級予選競争の2、まだ確定ではありません。お手持ちの投票券はそのままでお待ちください。逃げ切った4番野口博士、リプレイをご覧ください。月森涼介、前受けから番手を狙う競争でしたが、和田健太郎しっかりと番手を守りました。千葉コンビワンツーです。スーパースローをご覧ください。4番1番千葉勢ワンツー、月森涼介もここは3着に入っている感じ。この後の正式決定までお待ちください。12レースの模様でした。12レース S 級予選2の模様をご覧いただきました。4番車の野口選手が、主導権を取っていく形になったんですが、月森選手は、そうですね、和田のところ、ね、粘りましたから ね。ただやっぱり和田も、ね、しっかり、ね、しのいだんですけども、やっぱりこう競り勝つのに、ちょっと足を使ったので、4番の野口を捉えることができませんでしたね。そうですね、またラインでした。その3番手にいた5番車の佐々木選手も少し、離れていくというような形になりましたからね。そうですよね、はい、ではここで放送が入ります。決定、1着4番、2着1番、3着3番。平塚競輪12レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番連勝複式1番4番140円、車番連勝単式4番1番800円、3連勝複式1番3番4番690円、3連勝単式4番1番3番4820円、ワイド1番4番100円、3番4番390円、1番3番260円。以上でございます。